Your channel. ちょっと前になるが、8月28日、なんか国際ステーションに、国際ステーションで空気漏れが発見されたらしいで、その対策として乗組員が空気漏れの穴、空気漏れの穴っていうのはなんか2ミリぐらいらしい。それを親指で押さえてとりあえず対処したらしいわ。すごいの、意外と原始的じゃの。まあその後はなんかダクトテープで塞いで、あ、なんかね、液ポシパテか、液ポシパテとダクトテープで塞いだらしいわ。こうなんか普通の家みたいな、なんかこう宇宙ステーションだから、なんかこうハイテクな装置があると思ったら意外と普通やな。何回のよく SF とかでなんか変なジェル状のやつがピュンピュンって飛んで穴塞ぐんかと思ったら、意外と原始的じゃの。まあまだ宇宙に出たばっかだけ人類は。まあそうでもない、結構経っとるか。まああれよ、最後は人間よ。多分人工知能も発達するじゃろうが、人工知能だけじゃどうにもならんじゃろう。